七代目、中村主観は、日本の歌舞伎役者。屋号は、聖、駒屋、縄文は義音門は、祇園神、河右門は、裏梅。背名に、梅つぼみ。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は、はじめ中村薪を、後中村栄二郎。没後に聖四位と、朝日、重光明追贈。創生した、聖駒屋五代目、中村福助の子。 父の死後、祖父五代目、中村歌右衛門の身内となり、1933年11月、歌舞伎座、霧人派の女わらべで、初舞台、四代目、中村千代太郎を名乗る。祖父の死後は、その遺言により、本名を祖父と同じ、栄次郎に改名し、六代目、中村歌右衛門と共に六代目、小野菊五郎に、指示、1941年10月歌舞伎座、 映画式層型の、ハゲタより、及び、金出本中心蔵、九段目小見で七代目、中村福助を襲名。戦後は、中堅のお山として活躍。1967年4から5月、野崎村のお光、女六ゆ園江戸桜の揚げ巻本町24校の八重垣姫、鏡地市の弥生、獅子の生などで七代目、中村士官襲名。以後、六代目、 中村歌右衛門、七代目、小野江場以降に次ぐ小山として活躍。亡くなる前は四代目、中村弱右衛門、四代目、坂田東十郎などと共に、リエンの応募所としての存在感を示した。2008年に、日本俳優協会の会長、2009年に、伝統歌舞伎保存会の会長に就任。2011年10月10日、肝不全のため、 東京都文京区順天堂大学医学部附属順天堂委員で死去83歳坊津同年9月1日の新橋演舞場靴で取り子状落月のヨド君と工場に出演したのが最後の舞台となった同年10月27日青山葬儀所で新党式の葬儀が営まれ当時の天皇秋人から再資料が贈られた春京教授を 獅子の聖も長で、顎のしゃくれた古風な要望が印象的で、気品のある芸風が特徴的だった。当たり役としては、などの女方が挙げられるほかなど、白塗り二枚目の立役や若手役もこなした。祖父の時期で死である三代目、中村梅川父、祖父が亡くなった後も、聖、駒屋はじめ門の師匠番として、長らく一門筆頭として、士官のみならず、 福助や橋之助の指導や世話も行っている。田地家弟子に四代目、中村勘之助、四代目、中村バイ中村静也、中村芝信、中村勘蔵らがいる。ありがとうございます。